これアシュ研究林の1998年って今から何年前ですかね17年8年前の写真です。でこれ5年ほど前の話この木の形見てもらったら同じ場所だと分かります。写真のうまい下手あるいはあのお天気がいいか悪いかちょっとそれは別にすると何か違いますよね上と下で。ちょっと違いますよね ななんとなく、ね、あの足行かれたことあるからもう今はこんな状態です。この辺明る,い明るいのはお天気がいいだけのことなんだけどこの辺ないですよね草木が。ないんですよね。これは歯科による食害とされていますこれえとウリハダカエデだと思うんですけどもこういうところ食われています。あるいはの研ぎで傷むこともあるんですけれども、うん。 それれからこ足湯、えー、研究所の中に杉の人工林しようと思って植えたんだけれどもなかなかうまく育たないのでもういっ次林に戻しましょうということで切ったんですね切って10年20年経ってもこんな状態何も生えてこない初めはもう出てきたんでしょうけどもこの10年ほどの間にもうこんな状態になってしまいましたこれは鹿がそういう下草とか木の芽を食べてしまうからだというふうに言われています。 で結局残るのは鳥かカブ根っこを掘り出して抽出してとかあれで人を殺そうとまでなかなか大変カプセルに入れないと苦くってダメな,そうなんですだからってここで殺人指南してるわけではないんですけどねそういうものあるいはバイケイソウこれも毒ソと呼ばれていますからオーバーサガラこれはサポニンがあるから嫌いなんじゃないかとかいう説はあるんですけれどもそういうキ非植物あるいは 嫌いな植物がばっかりになっております。あのオーバーサーからこれかなり前の今もっと背が高くなって、もう準備状態かなり綺麗ですけれども、それは昔の足湯を知ってる。人たちからしたらこんなんはありえない。私2007年に京都大学のフィールドに来たので、その時行った時もすでにこんな状態でした。あの、非常に歩きやすいんですよね。 これもうちょっと下の方行くとその川のあの川筋が広が広広っててくるので広いとここ出てきますもう向こうにいる人も見えるしところがこの時代はこれもうちょっと下流のところに行くと一面笹原前の人の背中が見えないぐらいのところだったというところなんですが今はどこでも歩ける。 それがまだ困ったものです、ね、どこでも歩けるから人が踏み荒らしてしまうということもあるんですけれども踏み荒らしても鳥リカブとか培形腺瘍なのでまだいいかなと思いますこんな状態です。でこれついこの間の実験の結果をちょっとお話ししようと思って持ってきたんですがチョウジダニというところがあのススキの腹があったんですけどそれがやはり鹿によって全部なくなってしまう。でここ見ていただくと 見ていただくとわからないと思うんですがイグサとかイワハメワラビ、コバノイシカグマというシダしか生えておりませんしかもこんなちょろちょろとしか生えてませんここに緑色の柵があるんですけれどもその向こう側を囲ってシカが入らないようにしたとそうするとこの中にススキであるとかヨモギであるとかえっ、ー、となんだっけクロバネ引き起こしとかそういうものがいっぱい生えてきます こ2008年に設置してまあ毎年雪が降るので上げ下げするんですけれどももうすでに何年か経っていますけれどもこの中もりもりと植物が育って,てきますまあ毎年枯れたりするものがあるんで春先はほとんどこっちと同じような状態に見えますけれどもで例えばこれえと黒羽の引き起こしこれアザミアシュアザミという非常に大きなやつですけれどもそういうものがあるとありますと。 このシカ柵を解放する、まあネットを下ろすんですね。そうするとシカが入れますよね。入ってきて解放後どうなるか、黒斑の引き起こし、この葉っぱ全部なくなってしまいます。これ先週え、え先々週かな、6月26日に網を下ろしたんです。で、昨日一昨日かな、あの阿州研究の牛食の人が行ったときに写真撮ってくれて、すると葉っぱがなくなる。 これアザミですけど、こういうところが全部食われてしまっていると、やっぱまあ美味しいところなんでしょうね、そういうところというのはタコ食われてしまうというふうになります。まあこうなったらやがては全部なくなってしまって、シカが食べないイグサであるとかそういうものばかりになってしまうとなります。これシカ、これいつも言うんですけど、これこのシカ北海道で撮った写真なので、あの映像シカなんですよね。<laughs> 日本日本自家ではないんですが、まそれ言っとかないとあの嘘になるので言いますけれども、で長寿保護っていう言葉ご存知だと思います。アシュ研究林42平方キロメートルあるんですけれども、そのうちの17平方キロメートルが長寿保護区に指定されているんですね。でそういうところで植生がこんなに傷んでしまうと、アシュは非常にたくさんの植物が あの生育するところで非常に有名なところなんですけれども鹿によってそれが絶滅するかもしれないとまあ地域的に絶滅するかもしれないということで守らないかんとまあ鹿の策を作るのはええけどもそれはお金もかかるし労力もかかると鹿の数を減らそうじゃないかと有害捕獲をすってい,いうのは言葉は優しいですけれども捕まえて殺してしまうということです。ただだし殺すだけではない ジビエとしてありがたくいただくということはあるんですけれども、<laughs> あのシカカレーというのを作っています。あの京都大学は草張カレーというのをあの大池草場の作ったんですけれども、それとほとんど同じような形でシカカレーがあります。まあ、それは京都大学とのコラボレーションではないんですが、シカカレーというのはあります。カタヤ鳥獣保護をしましょう。カタヤ植生保護のために有害捕獲をしましょうっていうジレンマ、矛盾を抱えております。で。 長寿保護区の中長寿保護で保護区である阿修研究林を持っているフィールドカウ教育研究センターのセンター長が有害捕獲の協議会の会長をやっているんですね。これ何をしているんですか。マッチポンプですよねっていうことなんです。そういう矛盾が世の中にはある環境にはあるということがあります。